大越愛子は、日本の哲学者、女性学者、バワネットジャパン運営委員、京都生まれ、京都大学文学部哲学科卒、1975年度、大学院博士課程満期大学。1990年近畿、大学文芸学部専任講師、93年助教授、98年教授、2013年定年退任。当初、 仏教研究者の源の順子との共同作業で西洋思想の輸入に変していた80年代フェミニズムの中で日本仏教の女性差別を指摘する著作を行い、その結果、例えば仏教研究者の植木正俊、仏教の中の男女間によって仏教の女性差別に対して精査が行われることになるなど一定の学問的成果を挙げた。 1990年代後半以降は、慰安婦問題で論人を張り、上野千鶴子を批判。また、女性国際戦犯法廷に関わった。2009年7月に開催された、バウネットジャパン総会記念公演では、松井やよりについて演説を行った近年は、戦争反対の立場での政治的主張が多く、特にフェミニズムである必然性はなくなってきている。業績の一つに、 ジョン・ボズウェルのキリスト教と、同性愛の翻訳がある。なお、宝塚歌劇のファンである。2021年3月15日に死去。74歳没。AB 大越愛子さん死去朝日新聞2021年4月2日2021年4月3日。閲覧。近畿大学バウネットジャパン総会記念公演。今なぜ、松井屋寄りなのか。ありがとうございます。